妄想琵琶とは、日本の琵琶。左から楽琵琶、筑前琵琶、平家琵琶、妄想琵琶、薩摩琵琶。妄想琵琶だけ極端に細身であることに注意期限は、アジア大陸から古代の日本列島に渡来した盲人の琵琶帽子であると言われる。奈良時代に橋を発し、妄想の組織が古い段階で形作られた。妄想琵琶は、宗教音楽として始まり、妄想は、 古くから、琵琶の伴奏で経文を唱えていた。宗教を離れた娯楽的な語り物音楽もあり、それは、崩れと称される。後世、妄想琵琶は、九州地方の薩摩国や筑前国を中心に伝えられたが、吉川英氏は、輸入地であった筑前から中央に進出して、京都にも妄想組織があったのではないかと推定している。室町時代中期に、 薩摩妄想から薩摩琵琶という武士の教養のための音楽が作られ、次第に語り物的な形式を整えて内容を発展させてきた。芸術音楽としては薩摩琵琶が筑前琵琶よりも古いと考えられるが、宗教音楽としては筑前妄想琶が薩摩妄想琶に先行する。西岸者の琵琶楽となった薩摩琶と近世以降の三味線音楽の影響のもと、 明治20年代に、筑前妄想琵琶から、筑前琵琶が派生した。筑前琵琶は、筑前妄想琶から宗教性を出していったもので、明治時代中期に女性を主たる対象とする、家庭音楽として確立された。さらに、後琵琶については近年まで紹介がなされておらず、詳細は不明ながら、妄想琶の一支流と考えられる。京都を主たる。 活動の場としていた妄想琵和の影響のもと、学美和を導入し、また、生命音楽の中の公式を採用して、いわば妄想琵和と雅楽琵和を総合したのが、平家物語による音楽、すなわち、平曲である。妄想たちはそれぞれ地域に応じた組織を持ち、室町時代から江戸時代にかけては、平曲の盲人演奏家の組織であると道座とは対立したと言われる。 ありがとうございます。